おはよう。おはようございます。わー、すごい、シュージーさん1100回目の訪問、記念すべき、ありがとうございます。ゴールデンダルマちゃん集めてまーす。皆さんありがとうございます。5月もよろしくお願いします。そうだよね、5月もよろしくだよね。5月もゆえもありゃ、銀色金魚さん、せいやんさん、ようかのさん、ハイキーさん、おきどり、山勝さん、平次さん、なぜなにくん、ありがとうございます。おはよう。コナンさん、ありがとうございます。始まりましたね、5月。え、なんかさ、5月1日ってなんかの日よね。あ、私機種変してからなんか今日は何の日みたいなアプリ消しちゃったや。いいれよ。今日は何の日？なんかさ、なんかさ。何やっけ。お疲れ様、お疲れ様。今日緑茶の日らしい。あれあれあれれれれれれ、あ、私の誕生日です、小声って。リスちゃん、リスちゃんおめでとう。あ、それかも、なんかメーデーみたいなやつ。メーデー、何の日なんか分からんけど、メーデーじゃない、メーデー。え、5月ってメイやっけ、5月ってメイなんやっけ、メイク。おめでとう、お誕生日。いいね、なんか5月1日、なんか5月1日っていいね、なんか誕生日。メイデー、メイデー、メディティー、メイディーですね。メディティー、メイディーじゃの。うん、緑茶の日だし。え、なんかメイデーって別になんか毎年あるわけじゃないん、書いてなかった。めでめでたいね、めでたい。めでたい。おはよう。昔しかならんかね、昔のあれなんかね。今日緑茶の日だし。
なんか今日しっかり寝たのにあくびが止まらん。いかんね。いかんですね。今年オリンピックの年か。パリオリンピック。昔は労働組合の人がなんとかなんとかでお祭りやって、あ、そういうこと？じゃ今はもうなんか消えつつあるあれなのか。お花ちゃん、今月もよろしく。よろしく。5月はね、ツアーがたくさんありますから、会える機会が多くてとても嬉しいですね。嬉しいですね。今年2024年、パリオリンピックです。パリス、うわいいなオリンピック見に行きた。しかもパリってめっちゃ良くない？なんかエッフェル塔がさ、なんかエッフェル塔が見えるような場所でなんか競技あるんじゃろ。いいな。会場行けないけど配信で見るね。見てね。おは、今日シューニャー市に、今日シューニャー市に足を運んでくれる人はどれぐらいいるのだろうか。シューニャー市来るよって人、あやん。おお、カラス、カラスめっちゃ鳴いてる。はーいって、お、いた、ハットさん。シュニャン氏行くよ。お、ノリトモさん、おはよう。おはよう、嬉しいですね。夏木シック発動中。それはもう会いに来るしかないですね。かわいい町やな。じゃろ、シューニャン氏になったのっていつからなんやろうね。そう、猫がいっぱいおるけ。シューニャン氏、シューナン氏なんだけどね。本当は本当は、シューニャン氏、やっほー。12月より前に関西でイベントあるのを期待してる。いいね。あ、エッフェル塔のところでビーチバレーか。うわ、めっちゃいいやん。え、大丈夫？なんかね、なんかビーチバレーのボール飛んできてさ、エッフェル塔さ、エッフェル塔折れたりせんかね。ビーチバレーやけんまだいけるんか。あれよね。え、でもビーチバレーのボールって柔らかい。でも剛速球で飛んできたらさ、ボケーっていくかもしれんね。大ニュースになるね。シューニャン市、え、そう、シューナン市のね、シューナン市に、
新幹線で来る人はちょっと帰りの新幹線、帰りの新幹線から、帰りの新幹線が外が暗かったら、まあ、暗いか、あの帰りの新幹線の窓から見える景色を見てほしい。多分左手側かな、進行方向の左手側に見えるけん、左手の窓側の人は窓覗いてみてください。めっちゃね、あのね、夜景が綺麗なんです。夜景も有名なんですよね、周南コンビナート。サジカルさん、だるまちゃんありがとう。トントン21さん、ゴールデンだるまありがとうございますどんなボールやね、秘宝だよねそれ、どんだけ早いサーブやねん。バレーボールで折れたら展望台登れんから、超人すぎ。おはよう。そう、夜景、工場夜景です。おはよう。お、今日は泊まりです。いいですね、山口県楽しんでってください。あの徳山駅で、徳山駅で、あの私とお揃いの、徳山駅でぜひあのお土産コーナーにこの山口の牛乳のこの子のロゴのグッズとか売ってるんで、お揃いにしましょうお揃いにしましょう。おじさんぼマスター、ありがとう。ゴールドな、ゴールドギフト集めてます。ぜひ応援してくださいませ。ガモさん、白龍さん、ありがとう。チェドクさん、ゴールデンダルマちゃん、ありがとうございます。どんな夜景もなっちゃんには勝てないよ。うわ、何それ、めっちゃいいこと言うじゃんおはよう、19日を泊まりますって、いいねいいねいいね。なんかね、あの徳山駅の近くのとこなんかね、結構開発が進んでて、なんかいろいろ新しいお店もできとるっぽいんよ。そう、表側の方出て右に、すぐ右に曲がったところ、めっちゃ気になるけんさ、ちょっと今日明日とかでお時間ある方は散策してみてください。あ、そう、駅の中です。駅の中の、あ、駅の中の、そう、お土産コーナー、多分改札出てまっすぐ行ったらわかるでもこのお土産が売っとるコーナーがね、このね、これが売っとるコーナーが入ってすぐ左手にある、ちょっとあのセンサーをなんか張り巡らしとかんと見逃してしまうような場所にあるけん、探してくださいリスちゃん、ハートありがとう。渡辺カメラ店ってあるん？え、駅の近くですか？ぬえー、初めて知った。あの渡辺夏樹とは一切の関係性はないですが何もゆかりなかったわ、初めて知ったひよこさん、だるまちゃんありがとう。サージカルさん、ハートありがとう。ハットさん、だるまちゃんありがとう。ヨーカノさん、だるまちゃんありがとう。
山の山さん、ドラマちゃん、あ、徳山デッキっていう名前なんや。徳山デッキです。見てみてください。あ、図書館もめっちゃ綺麗。そう、図書館、あれ図書館じゃなくて本屋なんやっけ。あれ、あれって図書館なんやっけ。いや、あっこのね、あっこ映えスポットよ。映えスポットやっけ。ああ、駅の中ってそういうことか。改札出とるけん、改札出た駅の中です。はい、1070日ありがとうございます。え、そうなん、渡辺カメラ店全国にいっぱいあるやん。私は見たことないぞ。TO さん、だるまちゃん、ありがとう。どんな場所で撮っても映えてる。ありがとうございます。いろいろ併設されてる。あ、図書館なんか。でも本買えたりもするよね。なんか本屋さんも買えそうないと思う。あ、スタバあるけどね。そう、これめっちゃ誇りに思っとる。山口県の駅にスタバがあります。図書館で時間つぶしできる。そうそう、なっちゃんの事業展開。渡辺カメラ店全国にあるらしい。神戸のライブの時出てきて、すぐかな、すぐに夏木見つけたって。お、おはようございます。待って、めっちゃ面白いね。新幹線の近くにラーメン屋って名前のラーメン屋があるって。え、どっち側、どっち側じゃろ。表側の方か。新山口や山口宇部空港では売ってないのって。あ、これ多分いろんな、いろんな山口県のお土産屋さんにあると思うよ。見てみてね。なんか最近いろんなところで、あ、でもなんか多分あると思う。おはよう。周南のところのスタバかなりお世話になりすぎている。いいよね、あっこ。いつもそう、 TRY さんとかにこう予定があったらいつもみんなでスタバに寄ってから行きますね、時間があるとき。焼きそばさん、ありがとうございます。あきさん、ゴールデンダルマちゃん、ありがとうございます。おはようございます、おはようございます。こんばんは、渡辺、こんばんは、渡辺。チェクさん、だるま、ありがとうございます。
あさなちゃんです。今日のひなちゃんの卒業セレモニー、どうなんかね、あれなんかな、みんなドレスってさ、あの卒業コンサートの時のさドレスなんかな。朝のソフトなっちゃん、生まれたての状態です。生まれたての、私でございます。お、あれ着るって言ってたの、嬉しい。しっかり間近で見えてないけん見よ。いやでもさ、遠くからさ見よってもさ、めっちゃ繊細なのが分かるんよ。めっちゃもうゼロ距離で見よ。すごい綺麗って、ゼロ距離で見るわ。なかなかね、おしゃれさんのドレスをゼロ距離で見れることないから。メイクつくで冗談に決まってるだろうって。さすがにな、さすがにすぐこうやってこうやって突進していく。綺麗って、これ背中に縫い目 あるわ。ほんとや、これ背中に縫い目ある。真っ二つに意識してなかったけどあるわ。なっちゃん、ひなさんカメコお願いします。かわいい、ひなさんいっぱい撮ろう。ひなさん単体の写真も欲しいよね。ケイクアトロさん、だるまちゃん、ありがとうございます。ラスト腹、ほんまじゃ、腹支えってなんかと思ったら、ほんまじゃ、ほんまじゃ、手話で、バカれなんて、お前歌詞が刺さる。バカれなんて、いつも突然、ほんまやわ。しかも手を振りながらのとこでさ、いつもひなさんとさ目を合わせるんですよ。じゃあね、あそこのダンスが一番好き。でも私も一番好きかも、手話の中で。にしちゃん、だるま、ありがとう。ほんまじゃわ。なっちゃん撃沈確定って、
やでもさ、もう最近本当に困るのがさ、ドライアイが進行しすぎてさ、もう今日もまた鼻からもう涙が、また今日も鼻から涙が出てきてしまう。私が後ろ向いてしまったら鼻から涙出てるなって思ってください。あの、私本当に最近ドライアイが進行しすぎて、あの涙が出ても全部コンタクトに吸収されるんですよ。コンタクトに吸収されて、その吸収されなかった分の涙が鼻から出てくるんです。鼻からツーって。そうマジ困った、ほんまに。なんかしかもステージだとさ、なんかずっと目も開いちゃうしさずっと目も開いてほしさ、なんかもう超目乾燥するけんさ。いいよいいよ、鼻からの涙ティッシュで拭いて。ね、やだやだな、振りまこうややし振りまこうってどういう表現よね。で、私本当にびっくりしてさ、私本当にびっくりしてさ、そう終わった時にさ、もうメイクさんに聞いてみたんよ。え、鼻から涙って出てくることありますかねって言ったら、いや、あるよ、繋がってるからね。お、仕事行ってきます、いってらっしゃい。卒業セレモニーの時間はティッシュ抱えてもらう。いや、そうやね、ティッシュ抱えとく。繋がってるーってそう思った。あの、繋げ、鼻と、は？涙？ん？涙腺？涙腺と鼻ってつながってるんだなーって再確認しました。イエスちゃんありがとう。デザインハートさん、だるまちゃんありがとうございます。ゴールデンギフト集めてまーす。おはよう。前にマイキューさん鼻なん穴まるとは鼻まる飛ばしたって言ってたよ。でもなんかマイキューさんの回転キレがええけん超遠くまで飛んでいきそうとか言って。坊ちゃんやん、坊ちゃん。おはよう。花セレブの箱を頭に、いやだ花丸。花粉症の時に号泣するとやばそう。確かに、もう目からも鼻からもジャバジャーンよ、ジャバジャージャバジャーよ。配信で見届けます。鼻から綺麗な涙。え、そこひなさんのドレス姿をしっかり見てくださいおはよう。私は多分鍵穴から泣いてるから、鼻から出してお揃いにしよう。もうみんな鼻から涙流せばいいんよ。みんな鼻から涙を流せば恥ずかしくない。気づいちゃいました。ジャバジャーン、ジャバジャン、ジャバジャン。鼻から涙みんなに流せば怖くない、そういうこと、そういうことでーす。いやー、
でも今日であれか、卒業ラッシュのラスト。いやー、怒涛の何ヶ月間でしたよね皆さん。スケブに鼻から涙流して、いや多分絶対もう100、いやもう 200% の確率で鼻から涙するけん私。昨日の韓国で服を用意してたけど今日寒いから考えました。確かに今日ちょっと寒いね。セロさんはじめまして。お、フォローしましたってありがとうございます。5月よろしくお願いします。5月からはじめましての皆さんもよろしくお願いします。あー、でもココアちゃんは卒業じゃないけど、ココアさんは飛び立っていきますからね。わー、ココアちゃん、ユニさん、七並べのトレーラーだいぶ変更になったで。そう七並べね、やろう七並べやろう。本当に5月になったし、ちょっと今日の移動時間とかでやろうかなって思います。多かったな卒業ってねえ。テクさんおはよう。結成当初から見てたひなさんの卒業公演しっかり見届けるで。もちろんやで。シェバさん、はじめまして、おはよう。シュアは5人で頑張らなあかんのよ。そうやな。おはよう。七並べか、久々にアプリ撮ろうかなって。永遠撮ろうよ、楽しいよ、やってみたらやってみたら楽しいですから。七並べやらなくなっちゃった。5月から始めよう、私で始めよう。ヒットグッドさん、ガモさん、ありがとう。だるまちゃん、七並べのなっちゃんの声めっちゃ低音だよねってあれなんか一回撮り直したけどそれに変わっとるんかな。変わってないような気もするし、変わったような気もする。私は低音なので。でもね、なんかね、七並べをずっとしよったらあのぐらいのテンションがちょうどいい。後ろのくるみちゃん何着てるの？これくるみちゃんが着てるあの頭巾ですね。昨日久しぶりに七並べした、3連勝した、すごい。デザイスハートさん、だるまちゃん、ありがとう。あー、声が低いから。あー、確かに。え、今更やけどそれ大発見かもしれん。私声が低いけんさ、声低いけん、声低いけん背高く見られがちなんかも。ありえるですね、それは。さっき 2.5 期生セットしてたけど連敗したのに戻した。あれれれれれ、そうです、私が4位にいるの珍しい。皆さんよろしく、皆さんよろしく。多分倍大
外来とかをねやりよったけんね。みんな忘れてしまっているかもしれませんが、七並べ、何それ、食べ物美味しいの？ STU48 のゲームアプリやよー。メンバーと七並べして乾杯だ。俳句？今日も夜配信あるするよ。帰ってきて。お話し会第4次受付は本日13時までです。お忘れなく、お忘れなく。第4次。早いね、もう。第4次。メンバーと当たるときに止めてるとスタンプで煽られますって。うわ、それ絶対やっちゃダメよ。絶対やっちゃダメなやつ。あの七並べで、ね、あの止める行為はマジ本当に逮捕並みにあの厳しい罰を与えにゃいけん。本当に罪深いから。AKB 劇場から何々したら、なっちゃん配信してる、おはようございます、おはよう。え、ダメよ。え、メンバー当たった時絶対止めるって。最悪、それ最悪よ、最悪です、ダメです、やっちゃダメ、ダメ絶対、撲滅。ニャスさんありがとうございます、ハートーン。たまに反則巻きさせられる。ああ、こっち？こっちのくるみちゃんはあのカープの衣装着てまーす。なるべく忖度してメンバーを勝たせるようにしてくれます。優しい。あるスタンプとか廃止して、推し以外には勝てません。勝たせません。スタンプ連打はいいんじゃないの？もう別に悪いとは言ってないですけれども、スタンプ連打。秀太郎さん200回目の訪問ありがとうございます。あれマジであのなんかカードとか出さん人もうダメじゃけんね。ちゃんとあの正々堂々と戦いましょう。メンバーとの戦いを真剣勝負。ガモさん、だるまちゃんありがとうございます。すごっ、サラップ強いんじゃね、強そう。七並べ止めてるとおかげさまでバーストさせられますが、うん、バーストされるでしょうね。外来って放置で飛ばされたら攻撃されることないのかな。どうなんじゃろう。でもなんか私も超攻撃されて多分あれやと思う。おはよう。通信障害はそのしか、それは仕方ないけどね。あの意思を持ってあの止めるのは絶対にやめてほしい。わかる、トンネルで泣かされるパターンね。トンネルを上手に使える人になりたい。トンネル使いの渡辺になりたい。おはよう。じゃあ今日の朝配信はこの辺で終了しまーす。ただいまの時刻40分です。誕生13位銀色金魚さんありがとうございます。12ウキザリー天気ゆう、11ゼックさんありがとうございます。10サージカルさんありがとうございます。9位ヨーカノさんありがとうございます。8位セイヤンさんありがとうございます。7位山勝さんありがとうございます。6位デザインスハートさんありがとうございます。5位
なずなりくんありがとうございます。4位あきさんありがとうございます。3位ハイキーさんありがとうございます。2位じとくさんありがとうございます。そして第1位にしちゃんありがとうございます。パチ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 。というわけで皆さん今日も一日楽しんでいきましょう。花垂れ公演岩田ひなしゃん卒業公演よろしくお願いします。山口県は周南市で会いましょう。それでは今日も良い一日にしましょう。じゃあねん。また夜配信で会いましょう。